どうも、七面鬼乱の井です。愛用品紹介ということで紹介させていただきます。私が今日紹介するのはこのコップです。可愛いでしょ、この昭和レトロの感じがすごい気に入っています。ちょっと待ってくださいね、ちょっと熱いんで水だけ飲みますわ。でやっぱコップなんでいろんなもの入れて飲めると思うんですよ。水だったりジュースだったり、コーヒーもよく飲むんでこれ使ってコーヒー飲ませてもらってます。ちょっと一回じゃあコップに水入れて飲もうかなと思います。あとはなんかそのジュース、コーラ今日ちょっと準備してます。これねやっぱコップ使うと氷とか入れれて冷たく飲めるんでおすすめです。これ開けて、これ開けて、これ入れさせてもらいます。うめで、よくタバコ吸うんでやっぱりコーヒー合うんですよね。コーヒーとタバコ、めっちゃコーヒーも準備してます。せっかくなんでちょっと氷をね入れて準備してるんで氷入れて飲みますね。あ、氷入れます。やっぱね飲み物は冷たい方が美味しいんで、めっちゃ氷入れてコーヒーを飲ませてもらいます。これね、氷入れたコップね、入れます。可愛いでしょ。ってことで私の、愛用品紹介はこちらの、昭和レトロながらの可愛いコップでした。皆さんもどうぞ買ってください。